リトル・ファジーは HBM パイパーの SF 小説。超高速高校を達成した地球人類が入植した西部劇の時代にも似た植民性を舞台に知的生物イコール人間とそうでない生物と分ける知性のあり方をテーマとしている。ザラトゥストラボシの功績最終者ジャック・ホロウェイ老人はある日不思議な生き物と出会った。外見の可愛らしさから ペットにでもしようと、リトル・ファジーと名付け、共に暮らし始めた。その生き物ファジーのありさまは、入植が始まって25年を経たザラトゥストラ製で、知られた、いかなる生き物とも違い、明らかに知性を備えていた。その事実を、地球の博物学者、デインズ・フォードらに伝える中で、ザラトゥストラ製の全権を握る特許会社は、危機感を持って動き始めた。もしも、 ファジーたちが知性を持った人間であると、ザラトゥストラ製に厳重知的生物が認められれば、植民地法により、特許会社はその特権を剥奪されるだろう。そうした事態を避けるため、会社はファジーたちの絶滅をも作動する。ファジーを守ろうとするジャック・ロージンと、その協力者たちと特許会社の対決が始まった。H ビームパイパーによる、続編編、作家による、 続編2編があるが、未報訳である。ありがとうございます。